はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回引くのはこちらですね。エピナギ公開記念デスティニーチャンスガチャ選手&サポートカードバージョンということで、これがね、まあ本日限定1回引けるよというやつなんですが、まあラックガチャの両方来てるやつ、ダブルラックみたいな感じですね。オッケー、ということで、今回はね、ちょっとこれを引こうと思います。まあ、ブルージェム足んなかったんだけど、星2選手とかをね、選手メーカー回して、なんとか引ける状態にしたので、引いていこうと思います、というところかな。はい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 。ね、あれこれ、選手&サポートカード、あ、ダブルラックみたいなもんじゃないのか、これ。選手とサポート両方入ってるやつってことか。あ、なんだ。ちょっと勘違いしてたな。なるほど。あ、まあまあ、でも、オシャ2個、シド、エピナギの、ナギとレオ、ハズレは特にないね。ハズレというか、カント済み特にないね。ザッツオールイマジナリーフレンド簡単に思い描けたし、面白い、人生に連れてってやる。下手くそ。なるほど。まあまあまあ、いいでしょう。とりあえず、今回はね、これをちょっと、引いていってみようと思います。まあ、狙いとしては、一応、期間限定の、エピナギサポか2種類か、まあ、もしくは、選手だったら誰がいいかな。指導か2個かな。まあ、オシャの方は、2枚抜きを仮に引いても、まだね、65までいけないので、そうだね。まあ、その辺狙いかなというとこですね。ただ、引き直しは、10回までなので、まあ、無理をせずに、撤退、してもいいかなと思ったら、撤退していこうと思います。ということで、引いてみましょう。あ、でもどうだろう。今後ダブルラック来るのかな。ダブルラック来るんだったら今これを無理して引かない方がいいような気もしてきた。ちょっとダブルラックと勘違いしてたけど、ダブルじゃなくて、サポートと選手ね、両方入ってる、ラックガチャの名前違いバージョンみたいな、そんな感じなんだね、これ。そっか。なるほどね。まあいいや、でも、ちょっとね、期間限定のサポカ、エピナギのやつね、重ねたい部分もあるので、まあやっぱその辺が最有力っていうことで、ね、ちょっとデスティニーチャンス引いていってみようと思います。ということでね、いけ!さあ、引いちゃったぞ!最初は急ぎ、金玉、右に飛ぶ、じゃない、左に飛ぶ、さあ、これは、空振りですね。さあ、引き直していきましょう。おっと、スタートはロキー。さあ、来い。ああ。いや、まずい、これ。星3か SSR が来ないことには勝負にならない。これからよろしくお願いします。おっと、2個が来る。いや、これ、かける2だったら撤収でもいいか。かける2。どっち?ああ、かける1。7回でしょ?どうしよう。いや、でもエピナギサポカかかける2かを狙いたいので、もうちょっと行ってみましょう。ちょっと2個を蹴るのもね、なかなか、うわお。2個を蹴るのもなかなか辛いけどね。さあ、サポカ、おっと、簡単に思い描けている。さあ、これかける2だったら超嬉しい。かける1か。ちょっと待って。簡単に思い描けたしは、今65レベルの10ピースあるから、まあ、とりあえずこれで確定すれば72はなる。72はなるが、固有解放の80まで、あと3枚か。いやー。あと3枚か。いやー、でも確定しとくべきかな。ちょっと折り返してるからな。あと5回で、最悪、何も出ない、もうなくはないしな。
いやこれ確定か？かけるにはね 0.5% なんだよね。ちょっと今回はここで止めておきましょう。はい。はい、ということで、ね、簡単に思い描けたし、1枚でフィニッシュですね。まあまあまあ、ちょっとね、引く前ちょっと勘違いしてた部分はあったんですが、まあ、サポカト選手両方出るタイプのラックガチャだったよ、ということで、結果的にはね、ナギのやつゲットできたので、まあ、悪くはないかな。悪くはないが、できれば2枚抜きしたかったし、2枚抜きしたところでね、あと2枚だから、なんとかね、5月中に、あと3枚この簡単に思い描けたしが欲しいなとか、そんな感じですかね。まあやっぱ固有の解放までちょっと頑張っていきたい。まだあと1週間あるから、そうだね。これ自体はね、5月24日までってなってるけど、3時から再度開催されますという、記述もあるので、まあ5月いっぱいはエピナギ続くっていう体でね、その間にちょっとサポカ、重ねられるだけ重ねたいかなというところですね。まああとなんかミッションで星さん選手の確定チケットもゲットしたので、まあついでにこれ引いて今回は締めましょうか。いきます。まあ、チケットね、貯めとくっていうのも一理はあるんだが、少しでもね、育成環境が変わるのであれば、つどつど引いちゃってもいいかな、のタイプの人なんでね。さあ、ここは確定なので、演出は気にせず、喋っていけるわけですが、まあ、肝心なのはこの中身。頼むよ！レオがいなくなるわ。おう！あ！オッケー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 。約束したし。あ、ただね。一緒にいるって。ちょっとナギはね、交換所で5ピース交換して、75から80にしちゃったので、多分ね、あまりピースゼロだったから、ここで25ピース手に入れても、そうですね。凸が進まないんですね。25ピース。まあ、しゃあないか。ただ次からはね、余裕持って上がっていくという形ですね。別に外れなわけじゃないから、そうだね、凸は進まなかったけど、チケットから出たにしてはエピナギ新しい選手だからね、十分でしょう。はい、ということで今回はここまでにしようと思います。まあちょっとね、ジェム使い切っちゃったのが辛いなということで、いやでもね、事前にやっとこうってあんま思わないんだよね。結構選手メーカーの信頼度上げだるいからさしんどいんだよな、これ思ったより。ってことなので、まあ、とりあえず今回はここまでにしますが、あ、そうそう、カバソスとかね、そもそも俺本体がね、まだ、出たばっかの時期全然引けてなかったから、信頼度6とかなんだよね。レベルも55だったかな、まだ。とか、そんな感じなんでね、バンダダシューバもね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。